九州横断特急は九州旅客鉄道が熊本駅別府駅間を豊肥本線、日豊本線経由で運転している特急列車である。2016年4月の熊本地震の影響で豊肥本線の一部区間が普通になったため全区間で運休となった。2016年7月9日より阿蘇駅伊藤での運行が再開、残る区間は 法飛本線が全線開通した2020年8月8日より運行再開している。なお本校では JR 九州が熊本駅、宮寺駅間で運行している特急、阿蘇・熊本駅別府駅間で運行している臨時特急、あそぼい、および法飛本線内での九州横断特急の前身にあたる熊本駅大分駅、別府駅間で運行されていた特急、 阿蘇など、豊肥本線で運転されていた、優等列車の遠隔についても記述する。特急、九州横断特急は、2004年3月13日の、九州新幹線鹿児島ルート部分開業の際、前述の特急、阿蘇と、熊本駅人吉駅間で運行していた急行、熊川を、系統統合する形で運行を開始した。この時に、阿蘇と統合されなかった。 熊川に関しては、同列車名、同区間のまま特急に格上げとしたため、熊本駅人吉駅間には、九州横断特急、熊川の2系統の特急列車が運行されるようになった。豊肥本線は、古くから観光路線としての位置づけが強く、1954年に熊本駅別府駅間運行の快速、火の山が設定されたのを端緒として、 多くの優等列車が設定された。それらの優等列車は2006年に廃止された三角、島原フェリーを介して、阿蘇山と島原半島が観光ルートとして一体化して捉えられていたことから、三角線三隅駅まで直通する列車も多く設定されていた。その後、豊飛本線の誘導列車は1975年3月10日に急行、火の山に一本化され、 三角線への直通を終了した1986年11月1日以降は、熊本駅別府駅間で3往復の運行となり、四国旅客鉄道から購入した、キハ185系機動車を充当して1992年7月15日に、特急、阿蘇に格上げされ、九州新幹線鹿児島ルート部分開業までこの、体制で推移していた。 九州横断特急は2011年3月12日のダイヤ改正で人吉駅発着列車の約半数について熊本駅人吉駅間を熊川として系統分離し2013年3月16日のダイヤ改正で熊川を再統合していた2016年3月26日のダイヤ改正で九州横断特急の熊本駅人吉駅間を呼び 熊川が廃止され、九州横断特急の運行区間は、阿蘇と同様になったが、その直後の4月14日夜から発生した一連の熊本地震の影響で全区間で運休となり、2016年7月7日に阿蘇駅別府駅間、2020年8月8日に熊本駅阿蘇駅間の運行を再開した。特急阿蘇は、豊肥本線が全線で、 運転再開した2020年8月8日より、熊本地震前に、熊本駅、宮地駅間で運転されていた、阿蘇ボーイが、別府駅発着に変更されたのに伴い、従来の、阿蘇ボーイの運転区間を引き継ぐ形で運行を開始した。16年ぶりに、阿蘇の列車名が復活した形である。本校では突起ない限り、阿蘇は2台のことを指すものとする。 九州横断特急は、熊本駅別府駅間に2往復が運行されている。このうち81.84号は、阿蘇防うとの共通ダイヤで、阿蘇防うの運転日は運休となる。阿蘇時代は3往復、全列車3両編成での運行で、号数は、熊本駅発が下り、別府駅発が上りとなっていたが、 九州横断特急に改組された際に4往復、全列車2両編成での運行となり、JR グループの特急としては、異例のワンマン運転が導入された。また号数は、鹿児島本線、日殺線内での方向に合わせて、別府駅発が下り、人吉駅、熊本駅発が上りと改められた。2016年3月26日のダイヤ改正で、 全列車熊本駅別府駅間の運行になったのに、合わせて3往復、全列車3両での運行となり、車掌上を迎えし、号数も麻生時代と同様に戻されていたが、約半月後の4月14日に、熊本地震が発生して、全区間運休となった。7月9日に、麻生駅伊藤で運行を再開した際は、全列車2両での運行となり、ワンマン運転が復活している。 2017年3月4日のダイヤ改正ではに往復に削減され、さらに九州横断特急としては初めて大分駅発着の列車が設定された。なお、2016年7月9日の運行再開時点では、麻生駅、宮城駅間は快速列車扱いで、この区間は九州横断特急以外の列車は運行されていなかったが、 2017年3月4日より、普通列車の運行が再開されたことを受けて、麻生駅、宮寺駅間も、特急列車として運行されるようになった。2018年3月17日以降は、別府駅発着の一往復のみに、さらに削減され、豊肥本線の全線復旧までこの体制で経過した。大分駅は高架加工時により、高架化されたが、 工事進捗の都合により2008年3月15日から2012年3月16日までは、日豊本線は、地上ホーム、豊肥本線、久し台本線は、高架ホームと分けられていた。そのため、日豊本線と豊肥本線、久し台本線の直通運転は中断されていたが、九州横断特急のみは別に設けられた渡り線を、経由して、地上ホームに発着しており、 この期間も別府駅発着で運行されていた。阿蘇は、熊本駅、宮城駅間の運行で、毎日運転の列車は1往復、土曜、休日などは最大3往復に増発される。号数は毎日運転の列車が3.4号、それ以外の列車は1.25.6号が与えられている。ただし新型コロナウイルス感染症による利用客減少の影響のため、 3.4号以外の列車は2020年10月以降は運転されておらず、2021年3月13日ダイヤ改正時点で時刻表にも記載されていない。列車番号は九州横断特急が号数プラス 1070D、阿蘇が号数プラス 1060D となる。熊本駅から新水前寺駅、水前寺駅武蔵塚駅光の森駅。 日号大津駅立野駅や上津駅、阿蘇駅、宮地駅分五木駅分五武田駅、小型駅、三重町駅、中盤電駅、大分駅、別府駅、九州横断特急の熊本駅、宮地駅間の停車駅に準じる。ただし武蔵塚駅、光の森駅は3.4号の未停車。九州横断特急、阿蘇とも、大分鉄道事業部大分車両センターに配置されている。 キハ185系機動車、九州横断特急使用の二両編成を充当している。普通車のみの編成で指定席と自由席が一両ずつ設定されている。通常は九州横断特急ロゴ入りの専用塗装車が使用されるが、キハ186型が組み込まれた場合や、専用塗装車が検査等の場合には、有塗装車が運用に入ることがよくある。 車体ロゴが ASOUF となっているが、この場合でも車内には、際は、ほとんどない。2018年6月より、九州横断特急塗装という塗装を、アラウンドザ九州塗装に逐一統一している。大板川橋梁を渡る、阿蘇防衛特急阿蘇ぼうは、1988年から2010年に、熊本駅、宮城駅間で運行されていた。 観光列車、アソボーイ、アソ1962の後継列車として、2011年6月4日に運行を開始した。表記は異なるが、アソボーイの愛称が6年弱ぶりに復活した形となった。2011年3月12日の九州新幹線、鹿児島ルート全線開業に合わせて計画された列車で、当初は同日からの運行予定としていたが、 車両改造の都合により、同年5月29日までは、あそぼうい。と、同ダイヤの、あそゆるっと爆号として運行されていた。当初は、あそぼうい、あそ1962と同様に、熊本駅、宮城駅間で運転されていたが、豊肥本線の全線復旧に合わせて、運転区間を、熊本駅別府駅間に変更した。現在の列車番号は、熊本発 809-2D。 別府発 8091D である。土曜、休日及び長期休暇中に、熊本駅別府駅間を1日1往復している。ダイヤは、九州横断特急71.74号のものを、使用している。号数表記はない。宮城駅発着時代は2往復の運転で、号数は101から104号が与えられていた。2011年10月から2013年2月までは、 一ヶ月に一回程度の土日または三連休に限って101.104号を博多駅まで延長運転していたが2013年3月以降は設定がない。2012年7月の九州北部豪雨で肥後大津駅小型駅間が普通になった際には肥後大津駅宮地駅間が復旧する同年9月まで91.92号として 博多駅人吉駅間で一応往復運転していた。2016年4月の熊本地震で、宝飛本線の一部区間が、普通になった際には、9月までは金、土休日を中心に91.92号として、文字港駅博多駅間で一応往復運転していた。2016年10月8.9日には、ポポンデッタ九州鉄道フェスティバル2016、開催に伴い、 遊ぼう一歩ポンデッタ号が、博多駅大分駅にて主催者による貸し切り運行が行われた。10月から12月までは、長崎デスティネーションキャンペーンの一環として81.82号が、博多駅ハウステンボス駅、2017年1月より91.92号が、文字港駅博多駅間に運行区間を戻し、6月まで、金、土休日を中心に運行される。 同年7月から翌2018年1月までは91から94号として、麻生駅を置いた駅、別府駅間に、金、土、休日を中心にに往復運行され、団体専用列車を除けば、熊本地震後初めて、麻生駅、宮寺駅に乗り入れた。2018年3月大夜改正からは1、往復に削減され、放費本線全線復旧まで1往復のままで、推移した。 2018年6月27日には、築肥線築前前原駅から津駅間で1往復運行され、初めて築肥線を走行した。熊本駅から新水前寺駅、水前寺駅、武蔵塚駅、光の森駅、肥後大津駅、立野駅、赤水駅、麻生駅、宮城駅、文庫小木駅、文庫武田駅、尾形駅、三重町駅、中盤田駅、大分駅、別府駅、 熊本鉄道事業部熊本車両センターに配置されているキハ183系機動車千番台4両編成が充当されている。2011年1月10日までは特急ーデラックスとして運行していた車両である。内装デザインは他の JR 九州の観光特急同様、三戸海英二が担当している。普通車のみの編成。3号車はファミリー車両で、 子供目線で車窓を楽しむことができる白い黒ちゃんシート9席のほか、遊び場、図書室と黒カフェが設置されている。1.4号車の車端部にはパノラマシートが設けられている。基本的に全車座席指定席で運転されるが2018年3月17日から2020年8月7日までは1号車のうち12席を自由席としていた。 当初の運行計画では2011年3月12日に3号車を結番とした3両編成で暫定的に運行を開始し、同年夏頃に3号車を連結することにしていたが、車両改造計画の見直しにより、あそぼういは4両フル編成で2011年4月29日に運転を開始し、 同年3月12日から4月24日までは、アソユルット爆号を運行することが発表された。その後改装内容の見直しにより、アソボーイの運行開始日は6月4日に再度延期され、アソユルット爆号の運行も5月29日までに延長された。白い黒ちゃんシート、パノラマシート利用時の特急料金は、通年、通常期の料金の210円増しとなる。 割引切符の場合は720円の追加料金がかかる。キハ183系千番台は、もともとは、文字公駅佐世保駅間で運行されていた、臨時特急、オランダ村特急用として申請された車両で、1992年にオランダ村特急が廃止されてからは、UFIN の森、シーボルト、ユーデラックス、アソボーイと使用車両が変更されているが、アソボーイ。 のハウステンボス駅乗り入れにより、24年ぶりに長崎本線、佐世保線系統で運行されることとなった。なお、阿蘇ゆるっと爆号は、九州横断特急と同じく木波185系二両編成による運転であったが、外装は白地に熊本県のマスコットキャラクター、熊門などがプリントされた独自のものとなっていた。阿蘇ゆるっと爆号の運行終了後、 専用車両として用いられていた、キハ185から4キハ185の1012は、三角線特急 A 列車で移行に転用され、2011年10月8日から運行を開始している。アソボーイの車体や内装には、クロちゃんと称する黒い犬のマスコットキャラクターが描かれている。クロちゃんは、本名をアソクロエモン。 黒川の近くで生まれた黒犬2歳という設定になっている。アソボーイの運行開始後の2011年7月には、阿蘇駅の名誉駅長に就任し、改札内に黒駅長室が作られた。本来は、アソボーイのためのキャラクターであったが、JR 博多シティや JR 大分シティの屋上施設にミニ SL、黒ちゃん電車の投入や子供向けスペース、 クロちゃん広場の設置がされたり、あそぼういの運行区間とは、関わりのない三百五系やベック819系のドア車内側八百二十一系や y c 一系のドアの指引き込み注意表示に描かれるなど、JR 九州全体のキャラクターとしても扱われている。特急、阿蘇時代規百八十五系機動車で運行されていた、阿蘇特急、九州横断特急時代。 ありがとうございます。